六月二十三日、今日は何の日？今日は昭和新山が生まれた日です。千九百四十四年六月二十三日午前八時十五分、第一次の大噴火が起きました。北海道薄郡の総別町トヤ湖の南、薄山の東に噴火活動が起こって。 隆起をしし始始めたたんですねこれが昭和新山の始ままりりとなりました6月23日の、えー、からですね、噴火が始まって、10月の30日までに計17回の大噴火。えー、これを最後に、えー、灰が降るという、えー、噴火はですね、終わっていきました。そして12月から溶岩ドームというのが、もこ、もこっと出始めたんですね。 そして翌年1945年の1月10日にはこの溶岩ドームの高さが10メートルから20メートルに膨れ上がりそして2月の11日には40メートルから50メートル2月の26日にはその種になっているところのよ脇にですねまたちょっととんがったものが出てきて、えー、副島ができてきたとそして5月には85メートルになって9月の20日に活動が 停止してそのの時ににメートルの高さまででなったわけですこの昭和新山、どの辺りにあるかといいますと、この北海道のこの辺りですね、にあるわけです。拡大をしていきましょう。これが洞爺湖、そして左側に臼山があって、その右側に昭和新山ができてきたわけです。 えー、昭和新山自体はですね、このポコッとしたこの岩山で、えー、高さは175メートルなわけなんですね、えー。これ当時ですね、1945年、44年から45年ですから、第二次世界大戦中だったんですね。ですので、えー、このことはあまり取り上げられなかったんです。えー、むしろ伏せていた。 というのもですねこういったことが起きたことで世間がいらぬ動揺をしてはだめだということでこのことは伏せられていました、えー、しかしですねうすの,の郵便局の人だったみまつさんという方がですね、えー、それを活動をですねずっとつぶさに記録をしていっ,た言ってたんですねでこれが後にみまダイアグラムということで貴重な資料と いいうことになっていきますそしてこの三松さんはですねその記録を取ったというのだけではなくてこの昭和新山を守るため保護するためそしてこの山が出来上がったっていうことで溶岩とかが流れていってですねその辺りの牧草地がダメになっちゃったわけですよねそして農地を失った方がいたんですそこを全部彼は買い取るということをしたんです。 その生活の支援とかをするために買い取りをしたんですねそこそして、えー、あのみんなそこの農地などを持っていた人が生活はしできるようにしていったということをしたんですでこれはですね世界で稀なことなんですどう稀なことかというと火山が私有地にあるっていうのは世界でもニュージーランドに1軒とこの昭和神山 だだけだということです。 えー、今はですねここあのー、観光の観光の名所ということになっています、えー、東野湖とそして薄、えー、山そしてこの昭和新山、えー、にですね、えー、観光で行くということを、えー、お勧めします、えー、ここに行くとですねこの大地のパワーというものを感じることができますそして東野湖にはですね船に乗ってその中にある島にも行くことができますその中の島はですね、えー、風穴があってそこからは大地の息吹を感じることもできるという ということで、この投薬の辺り非常にいいパワースポットだと思いますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで、えー、今日6月の23日は昭和新さんが生まれた日でした。ということで、面白いなと思ったらぜひいいねボタンを押してください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、それではまた明日。さようなら